私あの一応、昨年末まで、えー、ニュースキャスターを兼務していましてあの情報ライブミヤネ屋、えー、ニュースコーナーなどでミヤネさんとこうああだこうだフリートークをしていたんですけれどもあのカメラを通してしかあの話をしたことがないのであのこういう皆さんの顔が見えるような場でお話しする機会はもう本当にないのですっごく、えー、緊張しています。あの 温かい目で見守っていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。<laughs> あの私平成7年に日本テレビに入社しまして、ずっと報道局におりまして、あの主に事件取材をやっているまあ報道記者です。10年ほど前には警視庁記者クラブというあの東京都内の 大きな事件や事故があると、まあ24時間いつでも取材をしなければならないという部署で、新聞やテレビ通じて初めての女性キャップとして3年ぐらい勤めたこともあります。あのまあそんな私がこう22年間現場で働いてきて、あえて言いたいなと思うことは、あの男も女も 男と女は違うんじゃ、違うっていうことを正しく認識した方がいいんじゃないかなっていうことです。あの、もう本当に、えっ、ー、と、私、えー、子供の頃から記者に、まあ、な、なんとなく漠然と憧れて。大学生の時に、ちょうどアメリカではクリントン政権、で、その後、あの、日本では細川政権が。できた頃に、あの、選挙報道、日米のいろいろ見ていて。 あなんかテレビが日本の政治を身近なものにしてくれるんじゃないかなっていうふうにちょっと考えたことがきっかけでテレビの政治記者にななりたいなと志しましたでまあ就職氷河期の平成7年になんとか日本テレビに入社して一応報道局には配属されたんですけれども当時は平成7年地下鉄サリン事件ですとか 朝原が逮捕されたりというまあいわゆるオウムイヤーの年だったのでもう新人はもう有無をも言わせずほとんど社会部でオウムの南青山総本部ですとか上久石村といったところでもうその後入社2年目には警視庁クラブの捜査一課担当という殺人事件など凶悪事件が起こるともうどこにでもこう行って。 え地べたを配属配ばって取材をするようなまあ過酷な部署に配属されましてあの警視庁ってやはりすごくあの巡査から警視総監までの完全にヒエラルキー社会ですしまあ男社会でもあります。政治記者を志したのに何でっていうえもう本当に真っ暗な気持ちになってえ本当にあの配属を告げられた時には。 人目をはばからずにもう号泣したのを今でもすんごいよく覚えてるんですけれどもそれも私たちまあ記者のえ取材手法の一つにまあ夜回り取材まあ聞いたことありますかね夜回りといってまああの捜査員ですとかまあ取材当局の家に行ってまあその捜査員たちの帰りを待ってえ会見ですとかオフィシャルな場では聞けないようなことをなんとか聞き出すと。 いうようよなな取材手法なんですけれども私もその警視庁に配属されても何も分からないような状況の中、えー、夜回り取材に行きまして、えー、3日間行った、えー、警視庁幹部がもう全然帰ってこなくて4日目にあ家に火がついあの灯ってると明るいやった帰ってるって思ったのもつかの間、えー、私の顔を見るなり玄関先で。 うちはは単身不妊だからら女は来るなっててすすごいいでで怒鳴られれ追い返されたんですねで私はそれまで23年間生きてきてそんなほとんどあの初対面に近いようなおじ様にそんな面と向かって怒鳴られた経験もないひよこ記者だったんで本当に落ち込んでしまってあ,あもうなんかああずっとこうやって拒絶されてどこへ取材に行っても。 ダメななんんだろうなって本当に3ヶ月ぐらいもう落ち込んで落ち込んで落ちち込込んでもまあそんな私のこう別に気持ちとは関係なくいろんな事件は日々起きていろんなところにいやおなく取材に行かせていただくとまあ,あの女性若い女性なのに頑張ってるねって言ってくれる方もいらっしゃるしまあ女性だから話しやすかったよっていうふうに言ってくれる方もいて。 まあ当たり前のことなんですけどあやっぱりそういろんな取材相手がいるんだなっていうふうにこう自然と思えるようになってあまあしょうがないよね私はもう孫うことなく女だし男にはなれないし、まあ、あの女だからダメっていう人もいるかもしれないけれども女の子だからって言って受け入れてくれる人もいるしまあ男と女は違うよね。 あ仕方ないよねっていうことをなんか自然とこうストンと落ちる形でこう認識できるようになってからすごく楽にあの働けるようになったんですねでもちろん私も本質的な部分では男女が平等だというふうには思っていますけれどもやはりその後もいろいろ働いているとやっぱり男と女は違うっていうふうに感じる場面って結構多かった。 でそれは別にこう女性がえ常に損してるとかえ得してるとかっていうわけではなくまあでもやはり違うなと。で例えばまあえまあ記者なんでいろいろスクープをするとまああの下川はあのえ人に色仕掛けを使ってスクープしたんだっていうことを多々言われたこともありますしえ平成7年に国松警察庁長,長官がえ狙撃されて。 えー、瀕死の渋滞になった事件があったんですけれどもその9年後に警視庁公安部が極秘捜査を行ってオウム信者らをまあ逮捕したんですけれどもその詳細をスクープした際には私たちの日本テレビを除く警視庁記者クラブ加盟の全マスメディアと警視庁宛てに下川が誰々とまあ寝てまあたん どうのこうのっていう、まあ、私を誹謗中傷するような内容の。解文書がはがきとして届けられたこともありました。まあ、それがそこそ身体的な面でいうと。まあ、あの、女性は月に一度、ま生理がありますよね。私、すごく生理痛が重くて。もう、すごい、あの、まあ、今でも結構辛い時があるんですけれども。私がその警視庁記者クラブの、まあ、キャップになって。えー、まあ、部下九人が。 いたんですが、まあ、その私がもう本当になんか苦痛な顔をしていると「あなんかキャップ俺がなんかあのなんかしたから機嫌悪いのかな」っていうふうに思われるとちょっとかわいそうだなというふうに思ってまああの本当に生理痛がひどい時には朝あの全員にクラブ員にメールをして私は今日あのしかめ面してるかもしれないけど生理痛だからであるから。 ということをまあ告知したんですねでそうするとまあ結構まあみんな安心してくれてあよかったなって思ってたんですけれどもある時あの警視庁クラブの他社の記者たちと合同でこう飲み会があった時にこう他社の男の子が「足元下川さん今日生理痛だから機嫌悪いんでしょ?」っていうふうに言ってきたんです。私はもう本当に何だと,と もうすっっごい怒り狂ってみんなに速攻でメールをしてあの円滑なクラブ運,運営のためにそうわざわざあの成立っていう個人情報を開示してねこうやったのにそれを面白おかしく他者に言うとは何ほどだってこうまあやっぱりこう女性特有のこうそういう苦痛をまあ男性にも分かってもらうことで。 うまくやっていきたいなっていう思いがあったのに。それをこう、なんか、思いやってもらえなかったことがすごく悔しかったんですね。で、多分、そういう女性特有のもので。こう、分かってもらえない悔しさって、結構、皆さん感じたこと、女性はあると思いますし。もしかしたら、男性もそういう。男性特有のっていうのが、何かあるのかもしれないですけれども。そういう、こう、まあ、女性。特有、男性特有、そういう、こう、ことを、まあ。 いや、異性がどうやったら働きやすいかな、どうしたらまあ共に、えー、ハッピーになれるのかなっていうことをやっぱり考えていく必要があるんじゃないかな。それはこう男女が違うということをきちんと分かってからこそできることなんじゃないかなっていうふうに、えー、思いました、えー。それこそ先ほども申しましたように、私あの三十三歳の時に、えー、警視庁キャップに、えー、なりまして、当時 えまあ抜擢そういうふうな形でまあ新聞テレビは始まって以来の女性キャップということでまああの正直抜擢されたたはすすごく嬉しかったんです、まあ、初めて警視庁に配属された時はもう号泣したわけですから人って変わるもんだなというふうには思うんですけれどもどうせだったら女性ならではのキャップになりたいなというふうに思いました。 キャップだった3年ぐらいの間はあの秋葉原無差別殺傷事件だとかそういう本当に凶迫事件がすごく多くてあの取材自体も式もすごく大変だったんですけれども、まあ、チームワークを図ったりあとやはりそのヒエラルキー社会男社会である警視庁に、まあ、日本テレビの顔としてこう相対しなければいけないっていう、まあ、そういう重責もありました。まあ、でもなんかやはりこう一番最初の時に あの女性という,こう、まあ、男社会の中で働く上で、まあ、弱点とも言うべき点につまずいてでもそれにとことんこう向き合って、まあ、女性であることを受け入れたことで何か結果が出せたのかなっていうふうに思います。いい、まあえー、いろいろこう女性性だだかかかららダダメメと男う ことももありますけれども例えば私もう本当に週刊誌に悪口も書かれましたけれども、まあ、あの日テレの女性アマゾネス軍団なんて書かれたことは、まあ、女性だったからこその勲章なのかなというふうにも思いますしまあそれこそあの私あの昨年末に「テレビ報道記者」という本を書かせていただいたんですけれども、まあ、あのニュースの だけでは伝わらない報道の裏側ですとか、まあ記者の思いといったものが伝わるといいなと思って書いたんですけれども、まあ宮根誠治さんにあの本の帯を書いていただいたときに、あのまあ現場の人間は強い、でもここまで書くかっていうふうに書いてくださったんですね。で、あの確かに私あのえまあ自分の責任が持てる範囲の中でえかなり 本音のことを書書きましたしたた裏話も,えもう全部書いちゃったんですで確かにその宮根さんだけじゃなくていろんな読んでくださった方が随分思い切って書いたねっていうふうに言ってくださったんですけれどもまあそういう,こうある種まああの確かに男性であの会社を辞めた後とか記者を辞めた後に暴露本みたいな形で書く方というのは いいらっししゃるかもしれないんですけども私のように組織にいてえまだ記者をやっているのに書く人っていうのはまあ確かにそういう割り切りって女性特有ななのかなっていう部分もえ感じましたそれこそあの皆さんあの結構上の方もいらっしゃると思うんですけれどもあの私も最近こうあの後輩だとか部下がいっぱいできるとあの叱り方って結構難しいなって思うんですけれども。 あの叱り方についても男性ならではとか女性ならではの気をつけなきゃいけないことがあるんじゃないかなって最近思うんですね。まあ、例えばですけれどもまあ男性はすぐ手が出るとかねあの女性はヒステリーになるとかそういうなんかこうちょっと男性ならでは女性ならではのことっていうのはあるような気がします。まあ、一方ででですね男男性ならではっていうところをまあ男 らしさ女性ならではを女性らしさというふうに言い換えると、まあ、いい面と悪い面が両方見えてくるんじゃないかなというふうに思うんですね。で例えばその男性らしさというと例えばまあリーダーシップだったり、まあ、頼もしさだったり。 力強さだったりするイメージかもしれませんし悪い面というとまあがさつだったりこうもう大雑把だったりえ傍若無人だったりということでしょうかで女性らしさがという言葉がはらむいいイメージというとまあたおやかとかまあ柔らかいとかきめ細かいとかそういうイメージ。悪い面というとまあ弱々しいとかめめしいとか。 まあ女を売り物にしてるとかそういうことでしょうかね。まあ男も女もそういう男らしさ、女らしさ、両方が持つ良い,い面をより多く合わせ持っている人っていうのがまあ働く上で魅力的なんじゃないかなっていうふうに思います。でまああの男も女も、えー、男と女は違うんだっていうことはきちんと正しく認識しつつも まあ男だからとか女だからにとらわれずにでもその男らしさと女らしさのえいい面を両方両方のいい面をうまく合わせ持ってまあ両方をリスペクトしながらえ自分らしく働いていくのが大切なんじゃないかなっていうふうに思います。そういういことに気をつけながららら私もも女ししくも男らしく男 えー、歯を食いしばりつつも笑いながらにこやかに働いていきたいなというふうに思っています。えー、今日はありがとうございました。志摩さんありがとうございまし